それでは2つ目ですけれども、2つ目のキャスティングはロールキャストと言います。特に僕がおすすめしたいのはこのロールキャストです。このロールキャストの利点としては、背中に木や草などの障害物があるときに使います。ピックアップ&レイダウンでは後ろにラインを飛ばしてしまうために、障害物にフライやラインが絡まってしまいます。なのでそういう時にこのロールキャストを使うといいです。ではやってみます。いかがでしたか？まずはこの2種類を使って釣りをやってみてください。特にロールキャストがおすすめです。あとは障害物や後ろに人がいないことを確認してからキャスティングを行ってください。ではまた次回会いましょう。エゾヤエ活動チャンネルのたっくんでした。